皆さんこんにちは。9ミリパラペランバレットの上条千尋です。ドラムです。この度ジルジャンから私のシグネチャーモデルの第2弾こちらが発売しました。今回発売したのがこちらの第2弾のスティックなんですが、バージョン1と比べてですね、こっちがバージョン2、こっちがバージョン1なんですが、ご覧の通りチップがティアドロップ型になっています。しかも割と大きめです。そしてバージョン1と同じでスティックの太さとかは変わっていないので、以前こちらを使っていただいた方にも使いやすい形になっております。私は第1弾スティックをずっと使っていたんですが、私の非常に敬愛する、トーマス・ラングという鬼のようなドラマーの方がいるんですが、その人に、チップをボール型からティアドロップ型に変更したらどうだみたいなことをちょっとお勧めいただきまして、実際叩いてみたところ、非常に音がキレがあってシャープがありアタックも出たので、どうしても買いたいと思いで、ちょっと今回ジルジャンさんに頼んで作ってもらうことになりました。はい、このチップ部分がですね、ティアドロップ型になるとですね、ヘッドに当たった時の接触面積が大きくなるため音が非常に変わってくるんですね。こっちの丸いバージョンですと接触面積がちょっと小さいのですが、この楕円状になっているため当たった時にとても面積が大きくなるんですね。そうしますと音にとても破壊力が増します。というわけで私は両方使っているんですが、どっちかっていうとこっちはそうですね、音に乱れがないので、どこに当たっても丸で当たるため接触面積が、でそのこっちは使いやすいといった特徴がありますね。一方こっちは、その角度によって当たる面積が変わるので音の違いを楽しめたり、またはもしくはその音の強弱といった使い方、どっちかっていうとクロート向けなんですが、そういった使い方でダイナミクス等が思いっきりつけれるようになりますので、私は曲によって両方使い分けています。というわけで皆さん、あなたに合ったスティックはどちらか、ぜひとも使ってみてください。